Spinner. Good morning, ケリーアンです。1月11日水曜日、世界で今起きていること。このポッドキャスト、Daily Brief では、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。今年の世界経済の見通しは暗い。世界銀行は10日、2023年の世界経済の成長率は 1.7% になるとの見通しを明らかにしました。各国がインフレ抑制のために金融引き締めに動いていることや、ウクライナ戦争の影響が続いていることを受け、昨年6月時点の前回見通しの 3% から大幅に引き下げています。また、新興国や途上国は債務負担の拡大と投資の低迷で今後数年間は低成長に陥る可能性が高いと警鐘を鳴らしたほか、世界経済が景気後退に陥る可能性にも言及しました。ウクライナ侵攻でロシアは大赤字。ブルームバーグの試算によると、ロシアの連邦財政収支が昨年12月に過去最大となる3兆9000億ルーブル、日本円にしておよそ7兆4400億円の赤字を記録したことが分かりました。 G7 が上限価格を設定したことで、ロシア産原油の価格が急落したことに加え、ウクライナ侵攻への支出がかさみました。一方、アメリカ国防総省はウクライナ軍兵士が地対空ミサイルシステムパトリオットを使うための訓練をアメリカ国内で行うと発表しました。ワクチンを打てないアメリカ人が増えるかもしれない。アメリカのバイオ医薬品メーカーのモデルナは、同社の新型コロナウイルスワクチンについて、アメリカ政府との購入契約終了後は投与1回分あたり110から130ドルに値上げすることを検討しています。同社は現在、投与1回分あたりおよそ27ドルで販売する契約を結んています。ファイザーもすでに値上げの方針を示していました。リベラル派の代表格として知られるバーニー・サンダース上院議員は、モデルナに値上げを見送るよう求める書簡を送りました。ヘンリー王子の自伝が発売された。イギリスのチャールズ国王の次男ヘンリー王子の自伝スペアは、正式発売された10日午前0時を待って行列ができるほどの注目を集めています。王室との確執と離脱、アメリカへの移住と兄であるウィリアム皇太子との不仲は、ネットフリックスでドキュメンタリー化されるほどの人気コンテンツですが、最新の世論調査によると、イギリス国内での好感度は過去最低の水準にまで落ち込んでいます。メタは性別に基づくティーン向け広告を禁止する。アメリカのメタプラットフォームズは、 Facebook と Instagram で10代のユーザーに対し、性別に基づくターゲティング広告を出すことを禁止しました。この措置が実施されるのは2月からの予定で、若者向けの広告表示に利用できるのは年齢と位置情報だけになります。メタのターゲティング広告をめぐっては、アイルランドのデータ保護委員会が個人情報の取得にあたってユーザーに十分な説明をしていなかったとして、3億9000万ユーロ、日本円でおよそ553億円の制裁金を課しています。マイクロソフト、話題の AI への追加出資を協議中。 AI 言語モデル、チャット GPT を開発したオープン AI とマイクロソフトが100億ドル、日本円にしておよそ 1.3 兆円の出資をめぐって交渉を進めていることが明らかになりました。昨年11月に公開されたチャット GPT は、公開から5日間で100万人が登録するほど人気を博しています。マイクロソフトは2019年、オープン AI に対して10億ドルを出資しており、今回の追加投資によってオープン AI 発行株の 49% をマイクロソフトが占めることになります。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は、 Daily Brief をぜひ Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music などでフォローしてくださいね。最後に、スピナーから新しいコンテンツの配信開始のお知らせです。
スピナーでは音声のコラージュで現代社会を映し出す新しいドキュメンタリーポッドキャスト、レイジを配信中。レイジは毎週水曜更新です。エピソードへのリンクは概要欄からチェックしてくださいね。ケリーアンでした。Have a nice day! Spinner。レイジシーズン1、他人の社会。つまり霊障も陰謀論も何の努力もしてないのにマウント取れるじゃないですか。自分が弱いとかいうことについての不安なんじゃないかな。普通に働いてきてる人が異常に生きづらいからだと思うので、トランプだったりとかイーロン・マスクとかを支持してる人って、まあ、そのひろゆきを支持する人とすごくメンタルが似てる。彼が言うことを大げさに扱って本とかいっぱい出したりとかっていう風にしてきた側の責任も、こんなひどい時代だけれども生きるっていうことには、まあ、喜びもいっぱいあるはずなんですよ。レイジシーズン1、他人の社会。